モータースポーツの中でも歴史と伝統を誇る WRC 世界ラリー選手権、昨年はまさに激動の1年でした。今日はその WRC の迫力とそして魅力を十分に楽しんでいただきたいと思います。私のお隣はトヨタチームヨーロッパの生みの親、トヨタ自動車モータースポーツ部主査の福井俊夫さんです。福井さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。しかし福井さんにとりましても、そしてトヨタにとりましても、去年は素晴らしい年でどうですか ね、 トヨタチームというのはできてからもう15年ぐらいになるんですけど、はい、過去にアフリカのラリーとかポツポツ勝ったこともありました、それからありましたけれども、やはりこれだけの数をこなして、それで最終的にはドライバーチャンピオンシップを取れたという点では、はい、確かに歴史に残る年だったと思います。特にドライバーズチャンピオン、これはトヨタのみならず日本 の、 そのモータースポーツ界にとっても大変大きな意義があったことで、いずれにしても初めてですから、初めてというのはかなり印象が強いわけですね。日本のスポーツ界にとってもこれは一つ画期的なことじゃないかなと思います。それではそのトヨタ勢大活躍の90年 WRC の後半戦をご覧いただきましょう。美しい森と湖の国フィンランド。毎年8月になると、この地に世界最高のラリーマシンと世界最速のラリードライバーが集まる。 WRC 第8戦先行ラリー、今回で40回を迎えるこの大会はスカンジナビア出身者でなければ勝てないと言われ、事実これまでは全てそうであった。ハイスピードとハイジャンプが売り物のこのレース、首都ヘルシンキの北に位置するユバスキラを中心に4日間延べ1610キロで争われる。スタートの日、ユバスキラには冷たい雨が降っていた。福井さん、選考ラリーというのは各チームにとってこれ特別なラリーということが言えるんじゃないでしょうか。世界戦であるということだけで、格は高いんですが、その中でやっぱり選考ラリーというのはやっぱりある一つの意味があると思うんです。でその意味というのは、やはり今はちょっと違いますけども、つい前まではスカンデナビアというのはやっぱり一つのドライバーの育てる最大 の、 その拠点であったということからすると、このラリーにはですね、あらゆるそのラリードライバーが出てくるということで、これは確か A シードの選手がたくさん出てると思うんですが、15人出てると思うんですが、そういう意味では何て言いますか、裸で競い合えると言いますか、そういうことで激しい戦いが予想される。それからもう一つは平均速度が一番高いエリアなんですね。したがいまして、やっぱり競い合いになった時にね、とても、見てる方にも面白いラリーということが言えると思います。夜に入りました。お客さんの数などはどうだったんですか。これはよく言われるんですが、
フィンランドのラリーは何か、総人口の2割の人が見ると、実際にテレビを見てるという意味じゃなくて、ええ、その外で見る、見ると、ね、そういうことで、これはもう大変な、まあ、国を挙げての大行事ということが言えると思います。フィンランドの方はラリーが大好きなんですね。そうですね、まあ、結局第1レグはカンクネンがトップをキープしました。地元のカンクネンがトップをキープしました。トヨタ勢はサインツが2位、ミカエル・エリクソンが3位と、なかなか好位置につけましたね。そうですね、そして第2レグです。この第2レグはSS が12あります。前半のまあ山場と言っていいかと思います。サインツはどうだったんですか。サインツは去年痛い目に遭ってるといいますか、あまり飛ばしすぎて、いろいろトラブルになったんですけど、ちょっと最初は慎重に走ってるという感じですね。アクセルの故障だったり、これはなんか最初は分かんなかったんですが、ね、アクセルの故障のケーブルが外れたか切れたか、それでアクセルペダルを踏んでもエンジンが動かない、で力はというので中にエンジンの中に足をかけて乗り込んで、それでスロットルを自分の手で、操作しながら、コードライバーに運転をさせていくということですね。まあ、カンクネンとしてはね、断然リードしてましたから ね、初優勝ということも夢ではなかったと思うんですけども、ちょうど手の先がスロットルの中に入ってるというのが分かりますね。これで5分のロスだったそうですね。そうですね。この段階でサインツが一気にトップに躍ります。バタネンがだいぶ追い上げてきたようですね。やっぱりバタネンという人はやはり地元で一番精神的に安定するタイプですから、これはカンクネンのインタビューをご覧いただいているところなんですけども、カンクネンとしてはちょっとね、残念でしたね。なんかトラブルについて語っているようですね。第2レグを終了してサインツがトップ、しかも2位の三菱バタネンに16秒の差をつけました。さて、センコラリーも後半戦に突入、第3レグを迎えます。朝の6時30分、岩槻らの街をスタートしたサインツ、快調にレースを進めます。あ、だいぶしかしこうカーブに入るところなんですが、揺れています。天気がだいぶ良くなってきたんですね。そうですね、はい、しかし第2レグを終えた段階で上位7台が全て日本車というのも、これもすごいですね。そうですね、これはすごいですね。これは2位のバタネンですか。今年のバタネンの走りというのはいかがですか。全般が、あんまり良くなくて、で後半に入ってからやはりさすがに名選手ですから調子を上げてきたということですね。何か WRC からの退というですか、引退というようなことも、はい、何か本人はやっぱり耐久的なものをやりたいと、こういう速いタイプのラリーにそろそろ、まあ、集中力、最後まで続かないというような現象が見られるようですね。ちょっと残念ですけどね。そうですね。バスカンジナビアのメンツをかけまして必死に追うバタネンですが、好調のサインツがじりじりとその差を広げていきます。これはマツダが、ミッコラでしょうか。
脇道に入ってしまいましたですね。なんかトラブルがあったようですが、このミッコラという選手も1000コラリー過去7回優勝してるんですね。そうなんですね。これ もう大ベテラン、しかもまだ現役で使えるという大変な人だと。まあ、マツダもこのレースからですか、新型車を導入して、エンジンが1600を1800に拡大した新型車です。スカンジナビアの選手が残念ながらどんどんと戦列から姿を消していきます。これに対してトップのサインツは依然好調、彼を追うのがバタネンただ一人といった展開になりました。この1000コラリーはスカンジナビア人以外で優勝した人が過去一人もいないんですよ ね。その神話に、まあ、カルロス・サインツが挑戦している。そうですね、まさにそうですね。厳しい表情のカルロス・サインです。スタートがかなりいいようです。これは第4レグに入っています。そしてサインツを追いますのがバタネン。バタネンもここはかなり追い上げてきたようですね。この時のバタネンっていうのはもう本当に神がかってると言いますかね、完全にこう充実した走り方です。やはり地元の人は強いなというふうに思いましたね。48秒差が19秒差まで詰まったんですか。はい、一つは大事にトップが大事に走ったということもあるんですけども、やっぱり多少の練習不足が最後のところに出てきて、いずれにしてもそうですね。最後は十分な余力を残しまして、ノートラブルで走ったサインツが19秒の差を守り切ってゴールイン。フィンランド人とスウェーデン人以外で勝ったことがないこの1000コラリーで歴史に残る初勝利をカルロス・サインツが挙げたわけであります。どうですか、優勝すると最初この1000コラリーお考えですか。いやー、どうでしょうね。まあ、去年はだいぶその実は去年勝てるのか、実は思いがけないテクニカルトラブルだったんですけど、今年はどうでしょうね。五五五だと思ってますかね。あ、そうですか。はい、まあ、それにしましてもカルロス・サインツ、これでドライバーズポイントの方も115点として大きく2位以下を引き離しまして ね、いよいよ、まあ、大手をかける状態になってきました。大手をかけると言いますか、このままだったらうまくやればいけるんじゃないだろうかってちょっと見通しになった。あ、そうですか。まだ見通しの段階ですか。はい、なお2位は三菱のバタネンが入りました。藤井さん、サインツ自身この勝利というのは大変大きい勝利だと思ったんじゃないでしょうか。そうですね、サインツが日本に来ましたって、やっぱりそういうことを言っておりましたね。もちろん最初に勝ったアクロポリスが一番嬉しかったと、だけどもフィンランドのラリーはまさに戦って勝ったという気がするということで、別の意味で大変喜んでいます。そしてランチャーが3位にも入っていなかったというね、これはそのメイクス部門ではどうでしょう。どうでしょうね、メイクス のポイント の数え方というのが10戦中の7戦のベスト選びですから、まあ、1つやったというとしてもそれはあんまり影響がないみたいな。あ、そうですか。他で勝ってますよ。なるほどね。それではお知らせの後はオーストラリアンラリーをご紹介します。9月、WRC の戦いの舞台は再び南半球に飛んだ。世界で一番美しい町、西オーストラリアのパースを中心に4日間、2042キロで争われる WRC 第10戦オーストラリアラリーである。ところで王者ランチャーチームは今までに味わったことのない危機感を携えてこの一戦に参加した。1000コラリーで惨敗し、すでにドライバーズタイトルは失ったも同然。さらにマニファクチャラーズタイトルでもすぐ後ろにトヨタが迫っている。もう後がない。
それが偽らざる王者の心境であった。すごい漫画ですね。まあね、これはもうイギリス系の独特の、まあややブラックジョークに近いような感じなんですが、まあ、あまりもう表に出すのは好ましくないと思うんですけども、ね、まさにそのキョウさんがランチャを襲ってるというところですね。そうですね、はい、このレースのランチャの、まあ、ランチャのかける意気込みというのは大変なものだったということなんですか。どうもこの辺で攻防戦を本当にやっておかないとという感じが見えまして、もう十分なピストと、それからいわゆるフル体制で、いまして、逆に言えばトヨタの方はまあ予算の都合もありまして、ヨーロッパから遠いもんですからね、かなりその限定された体制で来て続けているようです。ただ手を抜くということはないんですけど、早くもちょっと波乱がありました。ドライバーズポイントで2位のオリオールが第 2SS で転倒してリタイアしてしまった、はい、そうですね。まあ、とりあえずその争ってるドライバーが、はい、まあ、リタイアしたということで多少気が楽になってる面もあるかもしれませんね、うん、カルロス・サインツは。サインツは初挑戦なんですね。そうです。これはどこですか。これは競馬場の中に設けられたいわゆるスーパースペシャルという、まあ、お客さんに見せるステージです。第1レグはケネス・エリクソン、三菱のケネス・エリクソン、2位がカン君、そして3位がサインツというわけであったんですけども、サインツとしてはまずまずの位置と。そうですね、はい、まあ、これは短いあれですから、まさに偽物といいますか、はい、お客様サービスなんですけど、この結果というのは大したことはないですね。まあ、勝負はもうこの後、はい、しかしこうして競馬場の中で自動車レースを見るというのも日本の感覚ではちょっと、ね、考えられない、考えられませんよね。カーブでなかなか難しいんですね。これがコースの最大の特徴である、いわゆるボールベアリングという、なんて言いますか、まあ、パチンコ玉よりもうちょっと大きい丸い石ころがもうふんだんにばらまかれている。別にその意図的にばらまいてあるわけではないわけですね。実質なんでしょうかね。まあ、前回優勝のカンクネンなんですけども、カンクネンはこういうところはさすがによく知っているというかね。やはり経験でしょうね。1日で750キロ以上走るこの第2レグでカンクネンが一気にペースアップしました。一方のサインツもこのボールベアリンググラベルに徐々に慣れ始めてペースを上げている。カンクネンとサインツの争いという感じになっています。そうですね。これフォルクスワーゲンですね。あーと再スタートはなかなかできなかったですね。さて第1レグでトップに立ったケネス・エリクソンなんですけども、第 9SS でクラッチを壊してこれリタイアしてしまうところなんですね。惜しいですね。ケネス・エリクソンは1年前の1つ前のラリーでここで2位になっています。あ、そうですか。まあ、この結果1位がカンクネン、そして2位がサインツとなり、長丁場の第2レグを終了しました。さて第3レグスタートになります。トップのカンクネンを1分9秒の差でサインツが追います。この福井さん、1分9秒という差はどうですか。これはかなり大きいと思いますね。一つのステージで数秒しか差がつかないですね。したがいまして、まあ、失敗があるとかなんとかという話を除けばなかなか、詰められる感じじゃないですか。そうしますと大差と言って、まあまあ、ね、やや大差ですね。しかし、まあ、サインツとしては初めてのコースで2位というのは、まあ、これは素晴らしいと思いますね。松田です。松田ですね。ダンカート。もう伝統的に松田の車が速いんですね。オーストラリアでは。というのはやはり経験だと思います。ああ、なるほどね。オーストラリアのラリーというのはヨーロッパからなかなか出ていきにくいものですから、距離的に遠いので、まあ、ランチャーもそうたくさん来てないし、もちろんトヨタもこう言ってるわけですね。それだけ、まあ、ラリーというのは経験が非常に大きな要素。そうです。はい。しかし、まあ、砂ぼこりを舞い上げましてサインツの快走です。
一時は48秒差まで詰め寄ったそうですね。そうですね。しかし経験に勝るカンクネンに再び引き離されてしまいます。街の中に入ってきました。これ第3レグの終了は港町アメリカズカップでも有名なフリーマントルですね。そうです。ここは水をまいたりジャンプ台を特別作ったというふうに聞いてるんですか。はいはい、一種のスペシャルスーパースペシャルステージをもう一箇所作ったということです。さて最終の第4レグのスタートです。トップはカンクネン、そして2位サインズ。サインズ のスタートのところの表情がいいっていう人みたいですね。目が鼻の目のように輝いて軽々たる眼光という感じですね。マニファクチュラーズタイトルを取るためにはですね、福井さん、このレースを、優勝しなければちょっと苦しくなるわけですね。ちょっと苦しくなりますね。そのあたりはサインツも十分に知ってもちろん知ってるわけでしょうが、やはり勝つというのはやっぱりある種のご縁がないとなかなかいかない、うん、でご縁というのは何かというと、やっぱりトラブってもそのトラブルが最小限度に済むと、はい、あるいはトラブルがないと、そういうのってのはやはりかなり偶発性のものですから、なかなかうまくいきませんね。しかしこの最終レグはもう大激戦で、結局カンクネンが90年シリーズこれは初優勝になったんですね。そうなんですね。カンクネンにとってはこれ大きい勝利だと思います、はい、今まで、あんな優秀なドライバーがなかなか勝てなかったわけですから。そうですね。あ、福井さんちょっと残念そうな表情ですけど、ランチャーはこれでマニファクチャラーズチャンピオンも大手をかけたと言っていいかと思います。そうですね。それではお知らせの後、昨シーズンのクライマックスとなったサンレモラリーをご覧いただきます。90年 WRC もいよいよ大詰めを迎えた第11戦サンレモラリー。舞台は王者ランチャーのお膝元イタリア。このレースには2つのタイトル争いの決着がかかっていた。一つがドライバーズチャンピオン。このレースでサインツが3位以内に入ればチャンピオン決定。そしてもう一つ、マニファクチャラーズチャンピオン。ランチャーがトップでゴールすればチャンピオンが決まる。レースは激しく燃えた。さあ第1レグのスタートです。第1レグはスーパー SS スーパースペシャルステージだけということなんですね。そうです。この場所は港のそばの採石場みたいなところですね。はい、というのをお客さんに、このサンレモといいますと、なんといってもランチャーのお膝元ですから。そうですね。福井さん、やりづらくなったんですか。よく昔はお膝元でいかなるというか認識といいますかねそういうこともできると言われたラリーなんですよね。今はそんなことはないんですけど、やはりもうお客さんのほとんどがランチャーなんですからね。当然のことながら、特にランチャとトヨタが激しくしのぎ合ってますから、トヨタに対するその何て言うんですかね、その一種の、ブーイングであるみたいな、そういうのってありましたか。ありますね、はい。さあいよいよ本格的なレースの開始となります第2レグです。真夜中の12時スタートなんですね。そうです。まず地元の期待を一身に集めたビアシオンがスタート。続いて3位以内に入ればチャンピオンが決まるというサインツです。サインツはこのレースで3位以内に入ると、初めてのドライバーズチャンピオン獲得という、トヨタにとっても本当に嬉しいドライバーズチャンピオン獲得ということで、福井さんもかなり力が入っています。そうですね。これはもう本当に、我々の方も3台の車を出して、一生懸命やってます。一つはいろいろ地元のに対抗するためにプロテクションというのがあります。稼働サインズを囲んで、束になっていこうと、こういうような作戦になります。あとの2台はミカエル・エリクソンとシュワッツですね。そして第2レグの序盤なんですけども、ツイスティーなパーマックのコースでは地元の利を生かしてランチャーのビアシオンとオリオールが動きします。ビアシオンは背骨を痛めてましたね。はい、で1回ラリーを休みまして、もう良くなったようです。そうですか、はい。
ターマックコースを終えましてサービスポイントへ向かうと思います。ターマックというのは非常にその駆動系に負担がかかる、したがってああいうのを変えていかなきゃいけない。それからもう一つは翌日途中からグラベルに入りますので、はい、サスペンションとかそういうものをみんな変えるんですね。タイプですね。そして最後、まあ、差し切っちゃうと。サインツを追い越しましてシュワルツが2位に躍り出ました。シュワルツの車載カメラですが、ものすごい激しい走りを見せます。サインツとはやはりこの辺りは違うんですか、走りの特徴というのは。まあ、やや似てますね。あ、そうですか。90年のサインツ後半はかなり何て言いますか、抑え気味といいますか、そういう走り方があるんですけど、まあ、1年前の、カルロス・サインツの走り方ですね。まあヘリコプターで駆けつけたのがサービスクルーです。この人はビアシオン。第2レグもやっと終盤を迎えましてビアシオン、シュワルツ、そしてサインツがスタートを切ります。好調シュワルツ、アクティブな走りをこのサンレモが見せつけています。結局同僚のサインツを抑えて第2レグは2位でゴールしました。シュワルツのこの走りというのはトヨタ勢にとりまして、その特にメイクスでね、マニファクチャラーズを狙うということで考えますと非常に心強いということですね。まあ、こういうタイプのドライバーが完走するようになると、やはり2人でペアを組んで何か仕事ができる、つまり誰かの防衛をしたりする、そういうことができる。トップはトヨタ勢の激しい追い上げに合いながら7秒差で、辛くも逃げ切ったランチャのビアシオンが結局取るわけなんですけども、この辺りのこの土ぼこりがすごいこと
かなりやっぱり観客がコースの方に寄ってきますので、あのラテン系の方というのは本当にこうコースギリギリで見てらっしゃいますよね。あれが楽しみなんでしょうか。この長いレグだっただけにサービスも十分にやらなければいけません。そして第3レグのスタートになります。まず前日大活躍のシュワルツ、そしてサインツとスタートします。さてこの日素晴らしい走りを見せたのが実はサインツなんです。これ第3レグの最初の SS で一気にトップのビアシネに1秒差と迫ったんですね。そして3つ目のスペシャルステージでついに逆転してトップに立ちます。そしてランチャ勢ではモダスク・ビアシュンに代わりましてカンクネンがやはり上がってきました。前日快進撃を見せたシュワルツですが2つ目の SS で転倒、さらにその後コースオフを大きくタイムロスしまして優勝戦線から残念ながら脱落してしまいました。まあ、そのまま走っていればあのレバーっていうのはないんでしょうか。はい、やっぱりその辺がまだ若かった。ところが続く第4レグで再び大波乱があります。今度はサインツが転倒してしまったんですね。なんかこれは2回コースを使うところで、1回目 の, その何十台かの車が通った後でかなり面が荒れていて、そこへこの同じ調子で入ってきたということで、実は2台そうですか。そのうちの1台がサインツ。結局3位に転落、しかも2分30秒のタイムロス、これは大きいですね。この時点でトップはランチャのオリオール、2位がカンク、そしてサインツは第3位ということになりました。そしてゴール間近です。トップで戻ってきたのがランチャのオリオール、2位は同じくランチャのカンク。ランチャがやはり上手強かったですね。強いですね。そして3位、見事サインツが3位をキープしましてゴールイン。これでなんと90年の WRC ドライバーズチャンピオンが決定しました。あんまりその涙を見せないアンダーソンも多少ほろりとしたようですね。あだ名がマタドール、カルロス・サインツ。スペイン人としては初めてドライバーズチャンピオンに輝きました。まあ、しかし WRC に初勝利したその年に一気にチャンピオンというんですか、サインツというのは素晴らしいですね。やっぱりなんか上り坂っていうのも感じますね。なんか運もあるんでしょうけど、なんか上向きというかね、そういう力があるようなね。福井さん、改めて感激の瞬間いかがでした、ね、やっぱり私もアンダーソンの率いる PT のチームに関わってからの17、18年になります。はい、やっぱり私も同様のですね、やっぱり感じて覚えます、ね、今までの苦労が多かっただけにね。本人はこのタイトルは常にベストの状態に車を整備してくれるメカニックに取らせてもらったと話していました。なおマニファクチャーラーズタイトルはオリオールの優勝でランチャに取りました。最後に愛車による勝利の踊りパフォーマンスです。さてこのサンレモラリーのすぐ後に優勝報告のためサインツのコードライバーのモヤ、そしてアンダーソン監督が来日しました。サインツはこれ初来日、そうなんですね、はい、目的はどういうの、ね、これは一応区切りがついたものですから、本社に報告を受けてくると思いますが、
はい、そこで私も抱き合っております。この人がコードライバーのモヤですね。そうですね。そしてアンダーソン、アンダーソン監督も私は素晴らしいラリーストでした、うん、あの日本の印象は何て言ってましたか。やっぱり人からいろいろなことを言われてたけど、はい、やはり来てみなきゃわからないと。もう日本の良さ、それから、我々も会社のサイズ、大きさ、それから皆さんの行為、そんなものはやっぱり来てみないと絶対にわからないなと、こういうことですね。大変喜んでます。今日はスペシャルゲストにお越しいただきました、トヨタチームヨーロッパのメカニックの皆さんです。ようこそいらっしゃいました。ウェルカムトゥジャパン。去年は90年ドライバーズチャンピオン、そして年間5勝と素晴らしい活躍だったんですけども、去年振り返って、今どういうお気持ちでしょうか。感想を聞かせてください。 Well, we are all very happy for we worked, all of us worked already a long time、to get this, that far, and we are very happy and hope that 1991 is the year where we can win both world championships. トヨタのために働いてきて、でこの日を実は待っておりましたということでございます。で従ってもう大変そのみんな嬉しいと思ってます。で今年はいい成績だったんですが、来年もですねこれを続けて、できることならば来年は、ドライバーの方もメーカーの方も、勝ち取りたいというふうに思います。ちょっと申し訳ないんですけど、それじゃあボンネットをちょっと開けていただけますでしょうか。Can you open the bonnet?この部品の中でですね、自分で作れるものは自分で部品を作ってしまうというようなことも聞いてるんですが。Well, what is made is mainly the like tanks, the filter system, the aluminium parts, which are done in TTE, and we are using also European parts, but also like the engine, this is coming then from Japan.いろんな部品、ここで見える部品の中で、ここからご覧にいただけるアルミのああいうものですね、はい、タンクだとか、それからダクトだとか、そういうようなものについては、チームの方で作っております。それからもちろんその、ヨーロッパ製の部品の中に織り込む場合もあるし、それから日本から来るものを使う場合もありますということです。まず手仕事ですね。そうですね。それでですね、ちょっとここのところにサインみたいのが書いてあるんですけども、これ皆さんが書かれたんですか。どなたかが。We found here the autograph of a certain name. Yeah, this is first the name of the person who made it. And the person is here, is Mr. Bellini. で、これはやっぱり作った人が自分でサインしたということで、たまたまこの部品をですね、作った人がここにおります。ちょっとお名前を。Your name, please. David Bellini. David Bellini という人。リーニさんはいつでもその自分の作ったものにサインしてるんですか。 Do you usually put your leave your autograph on your own product? Yeah, quite often, yes. 非常に頻繁にそういうことをやる。なるほどね。最後にですね、今年のシーズンに向けての抱負を。 Well, first of all, we want to win what we haven't won last year, which is a big goal. So...it's the first rally already, the Rally Monte Carlo, which is a big rally, and this is really a rally you want to win. もうじきモンテカルラリーが始まりますけど、今まで勝ったことがないですから、とりあえずそこに挑戦をして、今までに勝ったことのないところをまた一つずつ勝っていくという、その結果、シリーズとして好成績を上げればというふうに思っています。今日はどうもありがとうございました。Thank you very much. Okay. Thank you.続いて WRC 第11戦、アフリカのアイボリーコーストで行われたアイボリーコーストラリーです。マクイさん、このラリーにはトヨタは参加しなかったんですね。これはもうチャンピオンシップも決まってしまいました、はい、それから開催の間隔が非常に短かったものですから、なかなか出にくかったと。それから遠いですし、ということで我々の方は参加しておりません。日本からはこの三菱チームが参加しました。特に日本人のトップラリードライバーの篠塚選手の活躍が、ね、期待されましたね。福井さん、篠塚選手の印象というのは。篠塚さんとはもう何回もラリーでご一緒したことあるんですが、はい、
もうやはり、さすがに日本のトップドライバーという印象を受けました。それから何よりもいい、篠塚さんのいいところはやっぱり堅実に走ると、車をいたわって走る、で最後まで走るんだと、そのやっぱり気力と、それからそれの車に対する気遣い、そういうものがやっぱり素晴らしいと思いますね。あの3日目に何か予想もしなかった穴に落ちるというアクシデント、マッドホールに落ちたというふうに聞いてますが、それでもってラジエーターまで壊れてしまったので痛いやというふうに私は聞いてるんですが、ね、まあ、残念ながらチャンスをものにすることができませんでした。しかしレースの方は三菱ギャラン VR ホールに乗る地元のドライバーパトリック・ジュジアックが優勝を飾りました。三菱にとりましても90年シリーズで初勝利となりました。そういうことですね。三菱は後半頑張りましたよね。そうですね。V さん、これから先ですね、日本のドライバーが WRC のチャンピオンになるという可能性としてはどうでしょうか。そうですね、まあ、正直言って非常に難しいと思います。ただしその中で、まあ、イベントをですね、まあ、ハイスピードタイプというのと、それから耐久タイプというふうに分けますと、やや希望があるのは、今のアイボリーコース、それから、まあ、サファリ、これ長いですけども、ちょっと暗いものになりませんけど、また非常に大変なラリーですけども、そういうタイプのラリーには日本のドライバーは、まあ、向くような気がします。ちょっとスピードの方になりますと、やはり相当の訓練と時間とかかると思います。耐久の方がいいという、耐久タイプの方が向いてると思いますね。ぜひ期待したいと思います。さて、お知らせの後は WRC 最終戦、イギリスの RACから、まあ、地元の人にあまり有利にならないように、外から来た人にあまり不利にならないように、そういうことで、いわゆるロードサーベイを認めるというレギュレーションが変わったんですね。さて、伝統の RAC ラリー、11月25日午前8時にハロゲートをスタートしました。このハロゲートというのはロンドンから北へ350キロ、温泉町なんですね。そうです。高専ですか。あ、高専ですか。はい、もうすでにチャンピオンを決めています、カルロス・サインツのスタートです。サインツ、人気どうでした。これはもう大変なもんですね。街は声がかかるという、まるでスター並みの状況ですね。サインツにとりましてもこの RAC ラリーというのは特別のものがあったと、なんか思い入れがあるようでして、これは一つは彼がイギリスでレースで活躍した若い時代、そういうことがあったようなんです。でイギリスはやっぱり好きなんですね。ノスタルジーというのが初めて ある時代を過ごしたということでしょうか。イギリスが大好きなんですね。それからまあ一つは去年欲しいという落としてますので、それという雪辱という、それもあったんです。第1レグは8つのスペシャルステージが設けられているんですが、どれも公園や私有地を利用していて、観客が見やすいように作ってあるんですが、こういうところはさすがにイギリスらしいですね。そうですね、イギリスは公道のいわゆるレースを、禁じておりますので、あ、そうなんですか。基本的に国有地であっても私有地のような話ですね。一般公道ではいわゆるタイムは競わないということです。そうですか。第1レグのトップはスバルのマーク・アレン、マーク・アレンが頑張りました。そうですね。2位がランチャーのカンクなんです。この水しぶきすごいですね。そして3位は昨年優勝のアイリッカラ、これアイリッカラフォードですよね。フォードですね、フォードのまあエースドライバーと言っていいんでしょうか。まあそうですね。いずれもスカンジナビアの
と地元のドライバーが上位を独占しました。しかしバタネンはご覧の通りなかなかどうも調子が出ません。そうです。第1レグで圧巻だったのがアイリッカのジャンプ。ちょっとウエットのバランスが悪いんでしょうかね。この飛び方が前が先に落ちてますので、かなり難しいですね。なんかぶつかってますね、はい、看板かなんかにぶつかってるみたいですね、はい、そしてトヨタのサインツも5位をキープしています。サインツとしてこの5位という成績はどうですか、初日としては。これは初日としたら私は上出来だと思いますし、意識的に慎重に走ったんだろうと思います。あ、なるほどね。出だしとしては まずまずと。そうですね、まあ、好位置といいますかね、はい、そういう感じじゃないかと思います。まあ、前回のサインツは3日目までトップをキープしながら、最後でつまずいて優勝を逃しています。やはりタイヤのチョイスがなかなか難しくて、天気が変わりますので、タイヤには随分神経を使ってますね。寒かったですか。この日は大したことない。一方こちらは三菱のサービスです。木俣総監督と高安監督。やはりだいぶ念入りですね、はい、ブレーキディスクを見てますね。レグで3位に終わってしまいました。三菱のサービスです。エリクソンの3位、まあ上位に食い込んでなかなか後半活躍の三菱というね、大変立派な成績だと。そしてこの大会で WRC を辞めるバタネン、調子が出ません。これは多分ですね、森林のいわゆる害虫駆除といいますか、虫がある害虫がですね、隣の森に移らないように、やるスプレーなんです。薬品スプレーなんですね。薬品なんですか今の、はい、オーストラリアでもやるんです。森林地帯走ってますので。さて再び夜明け前にスタートしまして、第3レグの開始となります。
第3レグの舞台はスコットランド。この辺りはもうスコットランドらしい風景です。サインツは依然として好調ですね。キルダーの名所ですね。一番の、まあ、難所でもあるんですね。天気が変わりやすい、路面が変わりやすい、それから温度が変わりやすい、しかもスペシャルステージが長いので30キロを超えるのが長いので、その間のお休みがないんですね。ユウさん、この車は何ですか？これはゼロカーとかゼロゼロカーと言いますが、これはオフィシャルカーで、まあ、梅雨払いと思っていただけるんですが、ラリーコースに何か障害物がないかどうか、あるいは人のがはみ出してないかということを確認しながら走って、それでよしとなったら今度競技者が来るという、いわゆるオーガナイザーのオフィシャルカーと言います。さあ、サインツがやってきました。この走りちょっとこう曲がるときにペイントかけてですね、曲がりやすいように。テクニックですね、これは。そして続いてカンクネン。早いですね、カンクネン。進入速度が。タイヤがロックしてるのはちょっと分かりましたね。足の幅が車の幅の 1.5 倍ぐらいしかないところですね。横で入っていって横で抜けていくというまさに神業ですね。タイヤをロックしてシフトダウン。タイヤが後輪跳ね上げたんですね、はい、で画面出てきます。これ意図してやってるわけなんですか？当然ですね、はい、これはもうまさにプロフェッショナルですね。続いて三菱のケネス・エリクソン。ランチャとはどうですか？微妙に違うような。そうですね、まあ割に慎重に走ってると思います。ここで最初に走りに入る、進入速度があまり速くありませんね。そうですね、はい、サインツはこの辺りどうですか？無理のない走りの。そうですね、ところでしょうか、はい、果敢に攻めるカンクネンを抑えてサインツがトップです。これはすごい。これはマックレーという人の言ってるコードシエラの。ボロボロですね。ボディダメージがひどいですね。横全面やられてます。はい。サインズなんですけども、実は第3レグの終盤の第30スペシャルステージで思わぬトラブルがあったんですけども、はい、コースオフしてしまったね。コースオフしてタイヤをパンクさせたようです。で40秒のタイムです。まあ、時間的には大きいんですけど、ただそれだけで済んだという言い方もあるのかもしれませんね、はい、40秒でよく打ち直したと、はい、まあ、これで必死に追っていたカンクネンが逆転してトップを奪います。サインツは24秒差の2位、3位にはケネス・エリクソンが入りました。これランチャのサービスです。もうプロペラシャフトからトランスミッションからみんな取り替えてますね。そしてモーターハウスでカンクネンは食事をとります。食事というのは別に特別なものを食べてるて、ね、特別なものを食べてるわけじゃないです。一方まさかのコースオフで2位に転落してしまいましたトヨタサインツ。表情もねちょっと厳しいですね。いろいろ説明してますね。そしてこちらが3位につけた三菱です。ケネスの車の下に何人ものグループが飛び込みまして、エントランスが始まります。このケネスに全力投球しまして、なんとか少し前を詰めたい、できれば2位、できればその上と、まあ、1位と2位のカルロス・カンクネンともにリスクを持って走ってますんで、何が起こるか分かんないんで、もう1日頑張りたいと思います。三菱後半好調ですからね、木俣さんもやる気満々と言ってた。そうですね、後半は非常に車の性能が上がってきましたので、木俣さんもやる気満々ですね。今年も楽しみです。91年シリーズ、さて最終レグの開始です。
巻き返しを図りたいサインツなんですけども、呆然と飛び出していきました。これは最後はちょっとやっぱり神がかった走りだと思いますか。もう最後だから目いっぱい走ろうと自分で飛び出していきました。もちろんフィナーレですからね。フィナーレですね。ところがこの後からのプレッシャーのためかトップのカンクネンなんですけども、3つ目の SS でコースアウトしてしまいます。もう氷がですね、張っててそれが見えなかったんですね。でそこに乗ってしまって、まあ、最初の 1つ目と2つ目で、タブロスサインズが合計13秒追い詰めました。で残りであと11秒しか差がなくて、まあ、そういうプレッシャーもあったんですよ。それからまあ、あの風味も氷の上にということでドローバーして完全にダメになったようですね。まあ、こうなりますとあとはサインツが楽々とトップをキープ、ね、あとはあの2分以上時間がありましたので、ね、今度はうまくキープして走ればいいという感じになってますね。まあ、三菱のケネス・エリクソンが第2位なんですけど、そのケネス・エリクソンの走りを、まあ、タイム差を考えながら余裕を持ってレースができるということですか。まあ、最終日のまあ中盤ぐらいでやっぱり2分以上詰めるというのは通常ではかなり近いですね。したがってあるところまで追っかけてみて、でダメなら2位キープの方がよっぽど賢いと思います。まあ、そういった意味では WRC 最後のレースとしてはまあちょっと、ま、あっけない幕切れだったね。最後時間で競ったらどうなったのかっていう興味は我々にもありますね。第4レグ途中で早くも余裕の表情のサインズです。福井さん、アクロポリスラリーで初優勝して以来のサインズを見て、その強さの秘密というのはどうなんでしょう。非常に情熱的なドライバーだと我々も思っておりましたら、付き合えば付き合うほどですね、かなりやっぱり、冷静ですね。それで、やっぱり1年前の戦い方を振り返ってみて、やはり初日から無理やりに飛び出していくということを最近しなくなりましたですね。見てますとどういうような、まあ、状況の中でも自分の力を 100% 出せるという感じのドライバーですよね。そうですね、大成長したと思いますね。やはり1年前2年前というのは先ほどシュワルツの時に話も出ましたが、荒い多少そういうふうに見えたと思いますね。まあ、そしていよいよゴールであります。 WRC RAC ラリー最終戦最終ゴール、まあ、前回は勝利目前でつまずいているだけにどうしても勝ちたかったこの RAC ラリー、見事にものにしました。まあ、ついに今回は決めましたドライバーズチャンピオン部門にも花を添えたというんですけどね。もう本人がこのラリーはどうしても取りたかったラリーの一つなんですね。今年は A シードのドライバーが17人も出ましたので、やはり戦って勝ったという実感はあると思いますね。年間チャンピオンと同じくらいサインズにとって嬉しい勝利だったというね、試合後に話していました。2位はよく追い上げました三菱のケネス・エリクソン。ケネス・エリクソンとしては今年最高のこれが成績になりました。これはよくやりました。本当によくやりましたね。来年も自信につながるので、去年まで同じ車に乗ってた仲間ですから、それでなくてもラリードライバーたちは仲がいいので素晴らしいですね。はい、この辺りが F1 と大違いといったところですね。90年 WRC 世界ラリー選手権後半戦をご覧いただきました。福井さん、もう間もなくもう91年シリーズが幕を開けるわけですね。そうですね。ラリーというのはいわゆるシーズンというのがもう1年中散らばってますので、はい、間もなくモンテカルラリーが1月の25、6日頃から始まるんですね。もう福井さん何日ぐらいに行かれるんですか。そうですね、まあ、開催スタートの数日前というところでしょうか。あ、そうですか。はい、このモンテカルロラリーというのがまた非常に大事なレースなんですね。これはやっぱりいろんな意味で大事、まあ、一般的に言えばビッグイベントの中のビッグイベントです。それからあとは雪氷という、それから行動範囲が非常に広いということで、これは名実ともに大ラリーですね。さて91年シリーズ、トヨタとしても
昨年ねドライバーズチャンピオンを獲得して今年はいよいよメイクスマニファクチャラーズ、まあね取れるかどうか分かりませんけども、一応トライしたいと思って、まあ、それにはやっぱり時間5000点ね。今日はトヨタ自動車モータースポーツ部主査の福井俊夫さんにお越しいただきました。福井さん今年ぜひ頑張ってください。どうもどうもありがとうございました。精一杯やりたいと思います。